グレゴリウス9世は中世のローマ教皇、アナーニ出身。本名はウゴリーノ・ディコンティ。神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世との確執で有名だが法学者としても有能で、各司教が自らの裁量で行っていた異端審問の制度を整備したことでも知られる。インノケンティウス3世の老いであったウゴリーノ・ディコンティは若い頃からローマ教皇庁で、 実務経験を積み、法学及び外交のエキスパートとして知られた。オスティアの司教数奇教を経て1227年に教皇座に着くと、グレゴリウス九世を名乗った。ホノリウス三世の下に仕えていた時代から、グレゴリウス九世は法的に全欧州の君主としての立場を主張する、法園主タウフェン朝出身の皇帝フリードリヒ二世と教皇朝との争いに、 いやおうなしに巻き込まれていった。グレゴリウス9世の知性は十字軍遠征を約束しながらなかなか実行しない皇帝に波紋猶予を与えることから始まった。猶予期間が過ぎると波紋が実行され皇帝には敗位の危険が迫った。さらにフリードリヒ2世がシチリア王国の教会のコントロールを強化したこと、教皇への従順の誓いを破棄する構えを見せ、 シチリアでの地盤を固めたことで教皇との溝が深まった。フリードリヒ2世はヨーロッパの諸公に自分に対する仕打ちが不当であると訴えるとともに、軍勢とともに聖地へもむいて誓いを果たそうとした。しかし、自分の不在時に教皇がシチリアへの勢力拡大を図ったため、すぐに中東から戻り、1228年に教皇領に侵攻した。 この攻撃は失敗に終わり、教皇への復従の誓いを立てさせられている。1230年8月に和平が結ばれたものの、ローマ市民は教皇と皇帝が和解したことに反発を抱き、1232年6月に暴動を起こしたため、教皇は穴ニに逃れた。そこで教皇は皇帝に助けを求め、二人の間には和解が訪れた。ところが、 教皇と方変したウフェンケとの連携も長続き、しなかった。1234年に、ローマ王、ハインリヒが父、フリードリヒ二世のドイツ諸公に対する優遇に不満を持ったので、グレゴリウス九世は、ロンバルディア同盟と組むように、ハインリヒ七世を先導し、ハインリヒ七世は父に対して反乱を起こしたが、間もなく鎮圧された。百三十九年に、 ロンバルニア同盟を打ち破ったフリードリヒニセイの勢力権が完全に教皇領を包囲する形になり大きな脅威を与えたからであった。教皇と皇帝の中が険悪になると1239年に教皇は皇帝を再破門し戦争になった。教皇はローマに皇位聖職者を招集して皇帝の敗位宣言を行おうとしたがフリードリヒニセイは ローマに向かう戦乱を捕獲、あるいは沈めて、阻止を狙った。結局会議が開かれる前の1241年8月22日に、教皇自身がこの世を去った。10月25日にケレスティノス4世が選出されたが11月10日に、旧市、フリードリヒ2世との決着はその次の教皇、インノケンテウス4世に引き継がれることになる。 この教皇について語る上で必ず言われることは、有能な法学者であったということである。彼は、審判教領修正を1234年に交付し、広く読まれることになった。これは中世以来、交付された教皇の直令などをまとめたもので、12世紀に入ってから、編集作業が始められ、1140年に、ようやく完成されたのであった。 この最初のプロジェクトの中心を担ったのは、有能な法学者として知られたヨハンネス・グラティアムスであった。グレゴリウス9世はこれに新たな協力と保を加え、決定版として完成させたのだった。この修正は、教皇の法的な地位を証明するものとなった。彼は、教皇として、ハンガリーのエルジェベとドミニコ、パドバのアントニを、 アシジのフランチェスコなど多くの聖人を劣勢している。グレゴリウス9世はまだ、ヘンリー3世など、王の影響が強かった、イングランドの教会への自らの影響力を強め、フランスにおいても教皇庁の影響力を強めるべく、努力していた。当時のフランスでは、ルイ9世の国本直上を法的根拠として、ローマからの独立性を主張していた。 ちなみに現代ではこの国本直上は14世紀に作られた儀書であると考えられている。1230年にはドイツ騎士団へ直所を授け、異教徒への武力行使を認めている。ドイツ騎士団はこれを受け、プロイセンへの東方植民を開始した。他の自席としては、ローマにあるサンタマリアデルポポロ教会の改築を行ったこと、ハンガリー王アンドランシュ二世を波紋にしたことが挙げられる。 ありがとうございます。